ブチャラディたちは海を渡ってローマ近郊の港に到着した。彼らはこの港から上陸してコロッセオに向かおうとしているところだった。よし、上陸しよう。そしてすぐにコロッセオを目指すんだ。45分もあればローマ市内に入れる。ん？あそこの酔っ払い、何かおかしいぞ。な、何？待ち伏せされているぞ、敵だ。無差別に村の人間が殺されている。徹底的にやる気だ。本体を探せ、ナランちゃん。敵の射程は村全体に及んでるぜ。これじゃ本体を探すのは見分けがつきにくいぜ。か、神みてえなものがいきなり吹き出しやがった。肉がぐずぐずになるものが皮膚の下から出てきたように見える。やばいよ、ここでの上陸は無理だ。階段の上までとても行けねえ。ここはボートで一旦沖に脱出した方がいいぜ。俺の体に！うわあ！どっから攻撃してくるんだ。戻るんだ、ナランちゃん。俺に捕まれ。手を下に下げると攻撃が始まる。自分の体より低い位置に下がると攻撃が始まるのか。ある種のカビには昆虫体内に取り付き、その虫が低い位置に行った時増殖して殺すんだ。これはそれと同じだ。自分の体より低い位置に移動すると反応して攻撃が始まるんだ。何のためにこんな習性が。スタンドの射程距離をどんどん広げるためだ。移動して死んでもらった方がカビの射程距離はどこまでも広がる。ナランちゃん、ボートから岸に戻れ。ミスター来るんだ。こっちだ、早く前に出ろ。オーケー、ナランチャ、それでいい。よくやったミスター。ナランチャを亀の中に入れろ。中にいるジョルノに傷の手当てをしてもらうんだ。どうするブチャラティ、もう海には戻れねえ。まずここはどこにいるかわからない本体を探すよりもこの村を脱出する方が得策だ。しかも俺たちが優先することは一刻も早くローマに向かうことだからな。とにかくローマ市内に急ぐのだ。私のグリーンの修正が早くも気づくやつだ。いいかセコ、ちゃんとビデオ回ってるか。ムカつくから。そうだ、すまない、忘れて。さあ、甘いの3個欲しいのか。さあ、よし。3個やろう。行くぞ、せっこ、3個行くぞ。さあ、よし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 、大したやつだセッコ、お前は。行け、お前が行くのだセッコ、お前のオアシスが。Yeah!
この殺戮を楽しむ。ナイス！行け！オスはこれを承知なんだ。Yeah!